朝から準備します。 KP キキのキー、はいはいはい。あれ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 、お父さん飲んでなくない？ウォウォ。今日はこちら、手ぶらで生きる、こちらを読んでいきたいと思います。見栄と財布を捨てて、コンフォート原則を守る。おはようございます。おはようございます。おはようございます。 50.8キロ、あらー、情熱の朝シャワー。わーしゅ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 しオートミール、月光が豆乳を投入。回り回ってさ、今重なり合った未来サバイバーセル、はい、明治のチョコレート。一番大事な人がほら、いつでもバナナを見てる。 I can't tell。 これの全ての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手オートミールですね。北海道産オニオンスープです。実はですね、手ぶらで生きるという本を読んだんですけども、もしかして安いものあれやこれやと買ってる人います？コンフォート原則を守ってください。コンフォート原則とは、毎日長時間使うものにお金を多く使った方が幸福度が高いという原則です。つまり、同じお金を使うならそこそこのものをいろいろ買うのではなく、えりすぐったものを一つ持つ方が自分の幸福度を上げることができます。質のいいものを持っておくということは、生活の質を上げることにもつながるし、無駄に物を増やさないということにもなります。量より質ってこと？お疲れ様です。今日はパルテのブルーベリーソーサージ、パルテのさん、いつもお世話になってます。今日は一日をお家で過ごしたいと思います。はい、ということで、アニソントイレ掃除のコーナー、ブリーチでマイペース。三つ数えて考えりゃいい、マイペースで進めればいい。はい、ということで、ガチャタイムのコーナーなんですけども、スーパーゴッドフェス来てるってマジ？バラーバラーバラー、誰これ？なんでコメント返信してるんですか？ YouTube の動画ってコメントが多ければ多いほど動画がおすすめに乗りやすくなるよーっていうデータがあるんで、よかったら一言だけでいいんでね、コメントしてってください。ふん。この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。大阪の方からいただいた大阪ブラックラーメンです。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あらー、味わい深くて美味しいんです。見た目に反してスープはあっさりしてますね。ブラックラーメンでしょ？松崎しげるってこと？もしかして松崎しげる知らないよって人います？ジェネギャジェネギャ、私がっつり世代ですよ。小腹が空いたら焼きオニオンで CM 毎回のように見てましたもん。ということで、大阪府さん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。トイレットペーパー弾くんだよ、わかった？マリオカートパズルクッキー、ほうは、いや、いやほう、ウェッピークッパ、ウキー、マリオウィジー、ほうは、いや、あらららららら、これがパズルになってるんですね。クッキーにイラストついてます。いただきます。あらー、サックサクで美味しいんです。美味しい。コロちゃんのルックブックとかどうですか？すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。はい、コロちゃん今日も散歩行きますよ。コロちゃん今日はタケコプターつけてっちゃおうかな。空飛ぶんだよ、走るんじゃないからね。ゆっくりでお願いね、コロちゃん。散歩は自由に走りたいなってこと？はい、コロちゃん今日もお疲れ様ね。コロちゃんおいで、無視しないで。コロちゃん、ここで決めてきた。コロちゃんの頭ドリル、ほらコロちゃん新しい金メダルだよ、ほら取ってこい。やっぱりあの場所でもらえた金メダルに意味があるんだよね、コロちゃんね。はい、ということで今日の感想なんですけども、 YouTube チャンネル登録者数4万3000人達成しました。ありがとうございます。目標の5万人まであと7000人だね、コロちゃんね。ということで、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。うえーしゅしゅしゅーたしゅしゅしゅ。ということで、ま
松崎しげるさん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ついに YouTube もチャンネル登録者数4万人台まで来ましたね。4万人企画何がいいと思いますか？ぜひコメントで教えてください。お母さんはどうですか？え、お母さん？じゃあ、立花家に4万円入れてみた？がいいな。